女性で120キロってもう男性で160ですよ。いやその計算式は全然ごめん今、ね、そうだよね、間が、いやごめん今間がリアルな間がじゃあでも1秒から2秒ぐらい見てみたい一回どのぐらいのこうスピード感で投げれるのかっていうのを一回後でちょっと見せてもらっていいですか。後で、はい。え、分かんなかったですか。いやごめん全然分かんなかった逆にちょっとおそらく皆さんもうこうふわふわふわになってるよ。てなだってなるほど。だってなんつったっけ、120キロ、女性が120キロ投げるということは男性、男にしたら160キロでしょみたいな、まあ、言ったらもう女性の大谷くんですよ、うん、分かるでしょ。おわかります。ちょっと要はまあすごいということです。そうだね。で、剛なりのそのすごさを表した結果そうなった。対戦したいバッターじゃなくてこう打席立ってて、うん、なんか怖いって感じるピッチャーとかっているんですか。怖いなっていうかちょっと立ちたくないなみたいな。あ、怖いのはやっぱ怖いっていうかもうでっけっていうか地下っていうのはもう藤浪投手、うん、あ結構打ってますよね藤浪。いやだからそのイメージあるでしょう、うん、分からへんねん。結構速球系打つ、打つっすよね、うん、んそんなイメージあるやろ。あのね、分からへんねん。結構ね、今浪さんって独特ではないですけどツイストっぽい打ち方で打つんですよ。今浪さんって結構高めの速いのをパーンって打つんですよ。弾き返すんですよ。あれすげえなって結構思って見てたんですよね。なんか俺の方が体でけえのになんで浪さんあんな打てんだろうってずっと思ったんですよね。結構打ってますよね。なあ、そんなイメージあるんかな。菅野とかも結構打ちますよね。いやだからそんなイメージあるでしょ、はい、全然打ってないと思うねんな俺。いや打ってるっすよ。そう結構打ってますよ。ちなみにその藤浪投手はなんで怖いの。右バッターの人はね、それはこう、うん、デッドボールがあるとかいろいろあるんですけど、いや僕怖いっていうか近い、ほんとさっき言ったように距離感が近く感じるからその分ちょっとしかも球も速いし怖さを感じる。そう、京セラドームで藤浪投手がマウンドに立って自分が打席入ったら、うん、マジで近いっすよ。マウンド高いし、うん、上からこう投げてきてるような、うん、どっかの台に登ってね投げてきてるような感覚。そういう目線とかそういうの変わるだけでもう全然感覚あれですか、変わるというか打ちにくいみたいになってますね。巨人に今大江投手っていう左のサイドで、はい、プレートの一番端っこからこうサイドに投げるんですよ。ちなみに一番端というのは、一塁側、一塁側ってことだよね、はい、左投手の一塁側、はい、端っこを踏んでるってことだよね。そう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 、はい、あれ松田スタジアムだったらバックスクリーンから一回ボール出るらしいですよ、ビューンと。すげえ後ろから来てるような感覚っていうふうに聞いたことあります、うん、まあ、まあ怖さを感じるって言ったらもう僕も左バッターだから左ピッチャーのやっぱり変速系っていうのは怖さって言ったらもうその怖さって当たる怖さですよね、はっきり言って。まあまあそうですね。でもピッチャーってどうですかね、このバッターに怖さを与えた時点で僕ピッチャーの勝ちだなって思うんですよ、うん、僕バッターだったらもう負けだなって。その打席は正直諦める、はい、プロ野球とかだったら次の打席もあるから、でもっと言ったら次の日もあるんですよね、うん、そこの怖さが入っちゃうと自分の感覚が崩れてしまう、うん、だったらその打席を捨てた方がいいなって僕は考えるので、うん、ってなると僕あの巨人にいた山口さん、中継ぎで投げて山口哲也さん、シュートですか、シュート衝撃受けたんですよ。曲がってましたね。で左ピッチャーって大体左バッターの胸元に投げれるピッチャーってそもそもそんなにいないと僕思ってるんですよ。で投げれるピッチャーも間違いなく対戦するピッチャーの中で山口さんのインコース超一級品やった、ね、あの川端慎吾さんも言ってました、山口さんのシュートがもう一番今まで見た中ですごい、でしあのシュートじゃないんですよね、もう右のスライダーぐらい分かってる。いや何やろうね、消えるシュートって、まあ、ハイシュートってバットに当たるんですよね、大体シュートって、うん、フォークのようなスクリューのような落ち方をするんですよ、うん、で途中までだから見えてるんですけど振ったらもうそこないんですよ、うん、見逃したらボールのはずなんですけどもそこ見えちゃってるから振るんですよね、うん、でこれ今度見逃すとこれまっすぐが来るから、うん、頭入れたら外のまっすぐで終わりフィニッシュですね。スライダーもすごい一級品でこれは怖かったですね、うん、もう踏み込んだらだってシュート当たりそう、うん、膝パッカーンなりますかな、だったら、うん、右膝パッカーンなったらもうね踏み込めないしっていうので、まあ、山口さん怖かったですね。山口さんはね、うん、確かに怖いです。今そう怖さを出すみたいなピッチングみたいなのちょっとテーマなんですけど、うん、やっぱ身長高い選手が結構いたなんですか、ね、出てきたりとか、あとその球が速いとか
あるんで、そういうのを考えた時に結構平均的なのかなって、うん、なんかこうどうやったらそのまっすぐを早く見せれるんだろうとか、うん、だったらそのバッターに考えさせられるようなこうピッチングというかっていうのをめちゃめちゃ今考えてて、これってあの僕の野球感で喋っちゃうんですけど、はい、ピッチャー目線で言うと、はい、バッターにどうやって勝つかだと思うんですね、はい、勝ち方、はい、なのでタイミング勝ちをするのか、はい、コース勝ちをするのか、うん、ボール勝ちをするのか、はい、大体この3種類だと思うんですよ、はい、で何を狙うか、はい、バッターとしてはボール負けされるのっておそらく一番僕は嫌なんですね。だからその例えばまっすぐを狙ってまっすぐを弾き返したいんですよね、うん、だこれをボール勝ちできるピッチャーってやっぱ限られてくる、はい、だったらあとタイミング外す、タイミング外してしまうコースってもう正直どうでもいいんですよ、はい、打ち損じる可能性が高くなる、あとはコース勝ち、タイミングを合わせられる、ボールも当てられるけどもいいコースに投げて打ち取るかっていうところだと思うんですよ。だから何勝ちをするのかってまず明確にされると僕は嫌かな、バッターに対して、このバッターに対してはこう攻める、攻めるっていうか、いや佐藤さんがどういうふうな普段力で押していけてるのか、はい、それとも思いっきり力を込めたまっすぐも弾き返されるんだったら、はい、今田さんも言ったようにコース勝ちをしたりタイミング勝ちをした方がいいし、もう自分のまっすぐは絶対誰にも打たれないっていう自信があるんだったらもう力でいってもいいし、どうかな僕でもタイミングが結構いいかなと思うんですよね。例えば足の上げ方を速くしてみたり、ゆっくりしてみたり、急にクイックで投げてみたりとか、結構そういうふうに器用にできる人って僕は結構いいのかなって思いますね。石川さんとかは結構プレートの位置全部変えてますよ、一球一球。やっぱタイミング負けをするのがやっぱ一番時間もかかるし、次に嫌だなって、そうですよね、合わなくなる。どうですか？いやもう分かります。タイミングがもう全てかなぐらいの感覚でやってるんで、そこがずらされるとすごい嫌ですね。ですよね。今の現役選手で僕あのロッテで今年開幕投手投げてたのから二木投手っていう、はいはいはい、いるんですけど、この投手と僕、佐々木投手がプロ野球選手になった時に対戦した時に、あこれはやばいピッチャー来たなって、もう1打席対戦しただけで、あ僕このピッチャーから一生打てないなって思いました。でそう投げてるボール自体はその特別速いわけでもなくて、変化球が特別鋭いわけでもなくて、それでも1軍で、ずっと結果をコンスタントに、まあ、どんどんこういい成績を残してきてるピッチャーなんですけど、タイミングがまあ合わない。普通のオーソドックスな投げ方におそらく画面見てる方って見えるんですよね。ただ打席立つと本当にびっくりするぐらい投げないですか、ね、こう足のつくタイミングが一人遅いんですね。足上げて左足がつくタイミングっていうのが、このタイミングが本当に 0. 何秒とかでいいと思うんですよね。これだけでバッターってもう縦の感覚が分かんなくなるから、まっすぐを速く振っちゃう、チェンジアップのようにまっすぐ振っちゃうようなタイミングの取らされ方をする。マイコラスとかそうなんじゃないですか。あマイコラス、ね、巨人のマイコラスとかも足ついてからまだ腕が全然上がってきてなくて、すごい出されちゃうっていうのがありますよね。そういうピッチャーはやっぱ打ちにくい、打ちにくい、打ちにくいですね。そのピッチャーにタイミング合わせると今度ピッチャー変わった時とかに今度また自分の感覚も変わっちゃうから、タイミングは結構本当難しいですね。コースってやっぱ絶対投げる方にも限界があると思うんで、はい、ロボットじゃないからタイミングのは結構いやかな。やっぱ刺されるのはどうしてもバッターとしては一番ダメなんで、おそらくそのタイミングっていうところで二段モーションが禁止になったり、やっぱりいいよってなったりとかっていろいろ改正、今はだって二段モーション OK ですもんね、はい、だからまあタイミングっていうのが一番、取り組む方も僕は早いのかなと、で結果が出るのも一番早いのかなっていうのは僕タイミングなのかなと思います。割とコース投げたりとかあるんですけど、その変化球とかも結構コースいっぱいとかいい球投げ、キャッチャーが要求してるとこ投げてもなんか当てられるみたいなのも結構あるんで、腹立つですよね。一生懸命いいところに投げてもバッターが何やねんもうええってなりますよね。ちょっとのあれなんですね、間というか、そういうので結構バッターあるんですね。嫌ですよね、タイミング狂わされると本当に、バッターの方が腹立ちますもんね、ちゃんとなんかこうピッチャーのこうモーションと球の差がやっぱあると全然打ちにくくなりますね、うん、いやもう杉内さんとかもね、腕の振りと球が全然違いますよね、すごく速く見えるってみんなやっぱね、杉内さんめちゃくちゃ速く見えるって言いますよね、138だけど前飛ばないとかっていう感じになるぐらい腕の振りとやっぱその質が、球の
違うっていうんで、タイミングとか足の上げ方クイックするとかっていいかもしれないですね、はい、そういうのやったこと実際ありますか？それをやろうと思ってちょっとこうまっすぐなんだけど7割ぐらいで投げるとか、はいはいはい、そういう感じでやったりしてもタイミング合っちゃうんですよ。だからそういうのちょっと下手くそで抜きまっすぐってやつですね。そうそうそう、抜きまっすぐ投げてましたね、あの久保さんでしたっけ。あ、投げてたね。本当スローボール投げてたやつはシューって普通にど真ん中、ね、意外と手出ないんですよ。そんな球来ると思ってないから。で当時 DeNA で対戦したもんね、はい、今勉強になりました。岩波さん、球で勝つのかタイミングで勝つのかコースで勝つのか、ちょっと使おう使う、ね、この施設にバッティングセンターがあるらしいんで。本当にこの、ねセノンさんのこの施設来てみてびっくりしたんやけど、うん、下にまずバッティングセンター、はい、バッティングドーム、うん、見ました？下見てないですね。あって、はい、僕ら喋ってるスペースっていうのが、まあ、はい、あのここで何のやると思うんですか？ L 字のゲージもあって、おそらくこれバッティングができたりスピードガンもありますよね。スピードがあるし、まあ、ピッチング練習ができるのかな。え、すげえ。でマシンもある、ほらピッチングマシンもあって、野球の練習、室内練習場として一通り何でも練習ができる施設、環境は揃ってる、まあ、バレーボールもあるし、前にはあのゴルフレンジというかシミュレーションゴルフが何打席かあって、僕はもうこのシミュレーションゴルフにもう釘付けですね。あとさっきあれすごいよね、なんかわけわかんないこと言ってましたよね。カプセルなのかな、なんか最新のというか、なんかすっごい、ね、いやさっきそんなこと言ってなかったじゃないですか。さっきマリオカートやろあれ。いや本当にここに来たら1日何でも時間足りひんなってぐらい遊べるなと僕思うんですよね、うん、ゴルフできて野球できて野球の練習できて、すごいいい施設ですよね。バッティングセンターまだ見てないんですけど、はい、いきなり上がってきてこれだったんでめちゃめちゃびっくりしました。いやこれテンション上がりますよ。めっちゃテンション上がりましたもんここ来た時。これはすごいですね、うん、いい施設欲しいな。いや個人的に、うん、個人的に欲しいの欲しい、うん、もうアプローチの練習に持ってこいですよここは。頭ゴルフから切り替えを切り離そう、うん、実際に後でちょっと今波さん打ってくださいよ。あ、下で、はい、僕が、はい、六角さん、六角さん今波さんどっちが捉えれるか。いや違う、それ強しもやろ。いやいや、もう僕はタスさんとこうういっつってカッチャピッチングをすると、はい、うわナイスボールカッチャーよ。うわほら音がいいもん。よいしょ、うわあ、いい。おお、完全に掴んだ。菅野、菅野内。うわぁ、ナミさん、俺意外と打ててないですか？すごい。いや意外じゃなくて普通に打ってるよ、強し。めっちゃ振り早い。意外といけてますね。うわぁ、ここで分かったことは、強しは現役の時バット重すぎて現役の時バット重すぎた。現役の時に 400g ぐらいのバット使ってたらもっと打ってたよ。なるほど。ほら俺結構打ててないですか？やろ100キロ。これ何キロまであるんですか？120。うわすごい。普通に打ってるよ強し。普通に。おおめっちゃ飛んだ今すごい今日は、
新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。